死刑囚の最後の言葉。ノストラダムスの大予言から2ヶ月後、山口県下関市下関駅東口駅で起きた惨劇、下関通り魔殺人事件。上部康明。死刑確定。2008年7月11日。執行。2012年3月29日享年48。処刑地。広島拘置所。事件概要。1999年9月29日午後4時25分頃、加害者である上部康明がレンタカーの乗用車に乗ったまま、JR 下関駅東口駅舎のガラスのドアを突き破って駅構内の自由通路に車ごと侵入。そのまま売店や多数の利用客などの存在する駅構内を約60メートル暴走して7人を跳ねた。その後車から降り、包丁を振り回しながら改札を通過し、2階のプラットホームへと続く階段を上る途中で1人に切りつけ、プラットホームに上がってからさらに7人に無差別に切りつけた。上部は駅員に取り押さえられ山口県警察鉄道警察隊に現行犯逮捕された。上部のこれらの行為により、5人が死亡、10人が重軽傷を負った。この事件の3週間前には、池袋通り魔事件が発生しており、上部はこの事件を意識したことを公言。そして足りない部分を補うように、残忍さを追求させていた。上部康明の生い立ち。事件の経緯。上部康明は1964年3月6日、山口県下関市で生まれた。両親は共に教員で、一男一女の長男だった。地元の小中学校を卒業後、1979年4月に高校入学。上部は将来医者になることを志したが、共通一次試験の成績が悪かったため諦めている。そして1982年の高校卒業時には九州大学理学部を受験するも不合格となった。1年間予備校に通い、翌年の共通一次試験では医学部に合格できる可能性のある得点に達していた。しかし、確実に合格できるように、という父親の指示に従い、九州大学工学部、建築学科を受験し、1983年合格した。福岡市内に部屋を借りて大学に行くようになった上部だが、大学では友人もできなかった。次第に他人と視線があっただけで、相手が自分を嫌っているのではないか、と考え悩むようになり、自分が対人恐怖症であると自覚する。そのため上部は就職活動もせず、1987年3月の大学卒業後は、実家に引きこもっていた。そのうち、対人恐怖症を治したい、という気持ちになり、飲用療法などの民間療法を受けたり、1988年2月から5月頃まで、東京都新宿区の病院に入院して治療を受けたが、十分な改善効果は得られなかった。退院後は医師の勧めもあり、精神科に通院しながら福岡市内でいくつかの会社で働いた。しかし苦手な人間関係に悩み、いずれも長続きしなかった。ところが1989年4月に入社した福岡市内の建築設計事務所が転機となり、対人恐怖や視線恐怖の症状が軽減することになる。この職場は所長と上部の2人だけであり、対人関係に悩まされることはなかった。しかも所長が営業担当で、上部は実務さえしていればよかったのだ。そして通院治療の効果もあって精神的に落ち着き始め、翌年頃から症状は軽減。1991年には通院しなくても日常生活を送れるようになった。1991年12月、上部は結婚相談所で知り合った女性と交際を始め、翌年4月には女性の住む福岡県久留米市内に移り住んだ。8月には会社を退職し、一級建築士の資格にも合格。12月に福岡市内にある建築構造設計事務所に就職した。ところが同事務所は署員5名の職場で、上部は人間関係に悩むこととなる。次第に対人恐怖や視線恐怖の症状が出始め、1993年2月8日から再び精神科に通院するようになった。上部は生活環境を変えるために、父親の援助を受けて福岡市内のマンションに転居、さらに独立して事務所を立ち上げ、主に以前勤務していた建築設計事務所から仕事を受けるようになった。やがて事務所は軌道に乗り、通院で症状が改善したこともあって、同年9月、結婚した。10月からは福岡市内のマンションで新婚生活を始めた。しばらく順調に生活していたが、1995年、
些細なことから建築設計事務所の所長と喧嘩となる。そのせいで仕事を回してもらえなくなり、収入は半減。また、営業活動を嫌って仕事を増やすこともできず、収入は減る一方だった。1997年あたりからは、妻の稼ぎや実家からの仕送りで生活していた。この頃、新婚旅行で行ったニュージーランドへの移住を考え始める。そして1998年、事務所を閉鎖。そのため、夫婦は実家での同居を希望するも、その頃上辺の妹が出産のため里帰り中で、両親から断られてしまう。そんな経緯から、2月には上辺一人が山口県豊浦郡の実家に戻ることになった。実家に戻った直後から、上辺は気に入らないことがあると母親を小突いたり、家のものを壊したり、両親を怒鳴ったりするようになった。両親が夫婦の同居を認めず、妻と別居状態になったことを恨んでいたためだった。一方で上辺の妻は、ニュージーランド移住の意志が固かった。夫婦は話し合い、妻が単身でニュージーランドで1年間暮らした後、帰国して上辺の実家で一緒に生活するということで折り合いをつけた。そんな時、上辺は自分に合う個人経貨物運送業の仕事を見つけた。だが、軌道に乗り始めた矢先に妻から離婚を突きつけられてしまう。夫婦は事実上の離婚状態となり、1998年6月ついに妻はニュージーランドに移住してしまった。しかし上辺は、ニュージーランドで妻とやり直すことだけを励みにして働いた。そして1年後の1999年6月に妻がニュージーランドから帰国した。その時妻は、あなたと再び、結婚生活を続けていける自信がない。お願いだから私と離婚してください。と上辺に離婚を迫った。上辺は驚き、一緒にニュージーランドで暮らそう。と説得を試みるが物別れに終わった。それでも上辺は、自分一人だけでもニュージーランドに行こう。と一生懸命仕事に励んでいたという。しかし1999年9月24日、購入した軽トラックが台風18号の高潮で冠水し、130万円のローンを残して廃車となってしまう。両親は家にある軽自動車を使って仕事を続けろと言うが、一刻も早くニュージーランドに行きたい上辺にとって、ローン返済と資金作りを頑張る気力はなかった。大学を出ても満足な就職もできず、比較的単純な作業の運送業すら成功できないことに、上辺は落胆していた。そんな惨めな自分に引き換え、他の人たちは上手に生きているように感じた。次第に、自分は世間から不当に冷遇されてきた、という怒りの感情が湧いてきた上辺は、自暴自棄になっていく。自殺を考えたが、どうせなら大量殺人をして、誰かを道連れにしてやろう、という考えが頭をよぎった。そうすれば両親や世間に対する怒りも一気に晴らすことができると思い始めていた。もともと、真面目な努力家だった上辺はそうした災難や、人々の仕打ちもあって、社会に対する憎悪の気持ちを高めていった。努力していてもうまくいかないことを周りに責任があると考えた上辺は、社会にダメージを与えてからしっかりやろう、と通り魔犯行の大量殺人計画を立てた。9月28日、上辺は下関市のディスカウントショップで刃渡り18センチメートルの文化包丁を購入。その後犯行場所の下見のため、JR 下関駅に立ち寄り、車で突っ込む場所を決めた。犯行予定日は10月3日と決め、自宅カレンダーの3日の欄に、スクランブルアウト、と書き残している。これは、最後は死んで人生の舞台から退場する、という意味だった。しかし、予定していた日の4日前の9月29日に父親から電話で軽トラックの廃車手続きを自分でするよう言われたことに腹を立てて、その日のうちに決行することに決め、午後にレンタカーを借りた後、人通りの多い夕刻を狙って犯行に及んだ。犯行の前には、120錠もの睡眠薬を服用していた。犯行を終えた頃に薬が効いて、も完了する、という算段だった。そして、上辺康明によって下関通り魔殺人事件という惨劇が起きてしまったのである。裁判。起訴前の簡易鑑定では、責任能力に欠けるところはない、とされていた。山口地裁で始まった第一審公判では、裁判所の判断で2回の精神鑑定が行われた。弁護側は、上辺被告は犯行時に統合失調症、精神分裂病、による心神喪失か、少なくとも心神耗弱状態にあった、と主張して、無罪または刑の減刑を求めていた。2002年9月20日、
第一審判決公判が開かれ、裁判長は上辺被告の完全責任能力を認めて死刑を言い渡した。2005年6月28日、広島高裁は一審を支持、控訴を棄却。2008年7月11日、最高裁は被告側の上告を棄却し、これで死刑が確定した。裁判長は、記録を調査しても、上辺被告が犯行当時、心神喪失、心神耗弱ではなかったとした高裁の判断は相当だと認められる、と述べ、弁護側の主張を退けた。その上で、将来に失望して自暴自棄になり、自分をそのような状況に陥れたのは社会のせいなどとして、社会に衝撃を与えるために多数を道連れにする無差別大量殺人を企てた、と指摘。何一つ落ち度のない疫利用者らを襲った犯行は極めて悪質。動機に酌量の余地は見出せず、犯行対応も残虐、非道というほかない、と述べた。2012年3月29日、上辺康明の死刑が執行された。最後の言葉。